はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。ご覧いただいてますのはですね、ちょっと珍しい革ケースですけれども、ハッセルブラッドの、500CM の、ボディになります。革ケースのこちらから開けましてですね、ガバッと。はい、ストラップもついてますけども、はい、こういう感じの、まあ、短い 80mm とかのですね、レンズと一緒に、はい、収納できる革ケース付きのですね、ハッセルブラッド 500CM ですね。ここでちょっと取り外しでいきますね。はい、はい、こんな感じで装着されています。ちょっとこちらは置いておいてですね、はい、500CM のボディになります。はい、外観はですね、ご覧いただいてますように、はい、針側の摩耗ですとかですね、はい、縮み、剥がれみたいなものは、あんまり見られずにですね、こういうとこよく剥がれてたりするんですけど、ないですね、綺麗ですね、はい、はい、三脚の跡も見られないですね、はい、レンズとの、擦れの跡も見当たらないと、はい、いう感じで、外観は非常に綺麗な、金属部も腐食とかないですね。はい、外観綺麗な 500CM ボディになります。はい。はい、ハッセルの 500CM ですね。はい。はい、バックドアも、はい、綺麗ですね。シャッターは、はい、はい、ご覧のようにですね、バックシャッター軽快に、開閉してますね。はい。レバーも、この形のダイヤル型、ダイヤルじゃなくて、レバー型のものがついてますね。はい。はい、中にもですね、モルトの劣化などもなく、非常に綺麗ですね。はい。はい、ご覧の通りですね。はい、こちらの、はい、ウエストレベルファインダーですね。も、こういったところの、ペンキの剥がれもなくですね、はい、ルーペも、はい、きっちりと綺麗で問題なく、はい、立ち上がってますね、はいはい、畳み込みも以上ありません、はい、でもって、フォーカシングスクリーンはノーマル型がついてますね。よくある書き込みとか非常に汚い埃だらけだったりしないで綺麗ですね、はい、でもってもちろん取り外しできる形ですね。はい、でもって、フィルムマガジンはですね、標準の A12 タイプがついてますね。で、旧型部ではなく、こちらで、ダイヤル付きのものですね。はい、こちらも、ベコベコにならず、綺麗ですね。はい、はい、中もですね、錆びたり腐食したりなく綺麗ですね。はい、でシリアルも、529と、529ですので合ってますね。はい、こちらも、畳み込みも、はい、問題ないですね。でもって、はい、はい、レールも1できっちり、はい、止まってますね。動作に支障はありません。はい、それですね。はい、シャッターを切りますと両方赤になって、はい、巻き上げますと白、はい、ダイヤルも、はい、カウンターも間違いなく回ってますね。はい、はい、動作に全く支障はありませんね。はい、はい、こういう感じで。非常に状態のいい、ハッセルの、500CM ボディ、ウエストレベルファインダーと、フィルムマガジン A12 がセットになった、ものです。ぜひチェックしてみてください。あとは、こちらの先ほどお見せした、革ケースですね。
それと、ちょっと古くなってますけども、革製のストラップをお付けいたします。ということで、ぜひチェックしてみてください。以上です。